キリュウさん、ユータ君。よかった。南雲君には聞いてたけど、ハルト君、本当によく無事で。心配かけたな、ママ。全部話は聞いた。まさか、ハルカちゃんの相手がユータ君だったなんてね。すんません。怒ってるわけじゃないの。というよりは、ユータ君でよかったなって。はあ。清美さん、俺たちこれからカムロ町に行くんです。向こうで蹴りつけなきゃいけないことがあって。蹴りをつけるって？でもハルト君も連れて行くの？どこにいても今のままじゃハルトは狙われる。ハルトは俺が近くで守ってやろうと思う。そっか、わかった。気をつけてね、キリュウさんもユウタ君も。ああ、それじゃあな。ユータ、行こう。はい。おお、兄貴、お疲れ様です。よし、お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラットどっか行っとるようで、今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユータでカムロ町に行く。ハルトも一緒だ。カムロ町に？ああ、西洋会に話をつけにな。俺の実の父親ってのと縁を切りに行ってきますよ。自分の息子守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話っすけど。ほう、ほいじゃあわしも行きますけ。チートを待っとってつかさえ。支度します。いや、今度は俺とユータの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？昨夜腰水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか？ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？何かあったのか？朝、舛添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉くろうて海に浮いとったらしいで。なんだと？西洋会に消されたっちゅうことですかいの。あいつも達川と同じように組織から抜けようとしとったんじゃけ。わからねえ。だが昨夜の半巡儀も銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じ奴かもしれないな。なんや、不気味じゃの。尾道もカムロ町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。あの、キリュウの兄貴。ん？こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろカムロ町に向かいませんか？俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。兄貴、もうカムロ町へ？ああ、行こう。わかりました。行きましょう。ユータ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこでかくまってもらう。ええ。
アルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ハルカのことはガキの頃から知ってるんだな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。わかったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうかキリュウ、お前はいいのかよ？俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護頼めるか？ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それより、カムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見常雄が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東城会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきてたな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見常はカムロ町に何しに来た？前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。兄貴、詳しいことは分からない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんなら何か知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか？ああ。なあキリュウ、採用会となしつけるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか？そうも言ってられねえさ。反準備に舛添え、どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか？ユータ。こいつはユータの。どうした、キリュウ？ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって、おい、まさかあいつ一人でアジア街に？わからねえ。だってさ、悪いがハルトを頼む。あ、你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我。现在找我。
没酒就没法子跟老爹说话。よう、クソ親父。一杯付き合えよ。